どうも、小雪でーす。はい、どうも、それでーす。はい、皆さん、ちょっとお久しぶりでございます。あ、そうですね。ちょっとね、目の手術しまして、はいはいはい、ちょっとお休みいただいてたんですけども、ちょっと目の腫れが思ったよりも効かないんで、はいはいはい、サングラスをかけてね、ちょっと配信させていただいております。左より濃いサングラスかけてますね。確かにね、もっと色の濃いやつかけてくればよかった。おー、話題の。そう、でもそれぐらい泣けるね、展開がエッグヘッドでもうね、ラスト待ち受けてたわけですけども、はいはいはい、あれですか？ようやくエッグヘッド終わります？もしかして。終わるんちゃう？終わりそうよな。どうする？今年もずっとエッグヘッドやったら、うん、いやそれはもう怖いよ。もうずっと軟禁されてますから。そうね、やっと鬼ヶ島抜け出したと思ったらエッグヘッドに軟禁されたら、さすがにもうちょっと海賊っぽい冒険見たいよね。確かにね。そう、でもやっぱりワンピースって言ったらさ、はい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 、過去に出てきた人物が再登場したり、うん、もう胸やつな展開でたくさんあるわけですけども、確かにもう最新刊ではさ、こちらドリーとブロギが出てきましたよね。あ、最新話ね。あ、そう、最新話ね。はいはいはい、はい、そんな最新話の展開で胸が熱くなったんで、ぜひとも今日は僕に喋らせてほしいと思って。お、久々ですね。そう、久しぶりにこの企画をやります。今だからこそ読み返すべきこの巻。来た、おじいさんがその時重要やと思うね、ワンピースを100倍楽しめる感を教えてくれるやつね。すげえハードルグンと上げていく。うん、はい、まあ100倍、そうですね、1000倍上げていくための今日プレゼントしましょう。はいはいはい、はい、本日ですね、紹介したのはこちら13巻ということで、おー、まあめちゃくちゃ昔の作品ですよね。もうここまでいくとね。大丈夫？何こう？大丈夫、目もねちょっと大丈夫なんですけども僕の好きなね、あのバレンタインもね映ってますけども、はい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 、カロックワークスが映ってる感じで、懐かしいですね。相当昔なことが分かるんですけど、はいはいはい、ちなみに今だからこそ読み返すべきシリーズってですね、うん、まあ、定期的に僕やってるんですけど、はい、過去13回やっていて、うん、今回が14回目ということで、わー、大人気シリーズですね。はい、まあ、トータル322万再生を叩き出してるので、ね、すごい期待されてる。ありがとうございます、うん、はい、先ほどもお話ししましたけど、今ジャンプ本誌の方ではエッグヘッド編がまさに佳境という感じでございます。はいはいはい、はい、なんといっても最新の1106話、はい、はい、このラストシーンでね、ドリーとブロギーがやってきました、うん、そう、ガババババ迎えてきたぞ麦わら、ギャ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 、太陽の神よということなんですけど、ね、まずこのセリフで終わってるんですけど、そう、これどう思います？いっぱい話したよそれ。え、先週話した？いっぱい話したもうじゃあもう広げて、みんなは多分知ってる。あ、そうですか、はい、まず迎えに来たぞ、これどう思います？これさ、だからそのさ、うん、エルバフの使いとしてやってきてるのか、はいはいはい、本人たちのある程度意思でやってきてるのか、うん、シャンクスの傘下でやってきてるのかみたいなんで、いろいろ考えることがあるなっていう。まあこの現時点ではいろんなことが考察できるんですけど、僕は友達を迎えに来た感覚だなと思ってるんですよ、うん、助けに来たぞじゃないんですよ。そうやね、迎えに来たっていうのはやはりあれじゃないですか、メリーゴーの迎えに来たよと同じような感じで、ピンチの時だからこそ仲間をまあ迎えに来た、助けに来たっていう意味もありますし、うん、やはりその後に太陽の神よって言ってるから、ずっとそのエルバフの住民にとっても待ち続けていた戦士が帰ってくるという意味でも迎えに来たという表現を使ったんじゃないかと僕は思っております。ジャンプの煽りでもね、希望って書かれてましたからね。そう、結構プラスの面やとは思うんですけど、そうそう、でもやっぱ東亜君みたいにワンピースにハマったのが復帰したんがホールケーキアイランドの途中ぐらいですよ。結構途中か。そうそうそう、ってことは割か最近の歴史なわけだよね。そう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 、ドリーとブロギーって言っても誰ですかみたいな人もまあ中にはいらっしゃるわけですよね。それだってね、うん、最後に出たどんだけ前、まあそのちょっと出たけど、シャンクスはキッドの戦いの時に、そうね、うん、でそのドリーとブロギーが初登場した時はなんと116話なんですよ。はいはいはい、じゃあ今回再登場したのが1106話なんで、1と6が重なってるんですよ。わざとなんかな。じゃあこれね、一応ネット見たんですよ。そしたらさすが小田先生みたいなの書かれてたんですけど、うん、僕ね偶然やん思ってるんですよ。まあね、まあワンピースって結構数字の法則とか誕生日の語呂合わせとか、うん、その対応してるんやけど、小田先生結構語呂合わせって適当な感覚だと思うんですね、うん、でそれが後々すごいたまたまだけども重なっていく意味合いになっていくみたいな、奇跡的にね。そう、それが小田先生の才能やと思ってるんですよ。確かに確かに、偶然が必然になっていく瞬間みたいな、うんうんうん、だから狙ってやってると思う部分もあるんですけども、たまたま今回も登場させようと思ってやったら調整することもなく11と6が重なるっていうのはすげえ持ってんなワンピースっていうのを感じちゃう、なんか運命みたいな ね感じちゃうんですけども、すごいつながりですよね、はい、じゃあ今回その紹介したい13巻っていうのは、まあ、ドリーとブロギーが初登場した巻だからこそ今回熱く語るんですけども、はいはいはい、しかもそれだけではなくて太陽の神ニカの伏線であったりとか、リトルガーデンでオハラとエッグヘッドの伏線が実はあったりとか、はい、ドリーとブロギーに出会ったことでウソップの夢が決まったりとか、すごい重要な巻なんですこちらはね。確かに、バレンタインちゃんが可愛いっていうだけでございません。なるほど、はい、もうこれ撮影してる時に2月9日なんで、はい、まあ、14日バレンタインが来ます。来ますね。チョコが届くのが心配でございます。お、はい、遅れてもいいんでね、ぜひねちょっとあのバレンタイン送っておくはい、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 
またですね、この単行本を開いた1ページ目、まあ何があると思います？それは太田先生のコメントよ。まあ袖と言われるね、はい、部分があるわけですけども、はいはい、ここのコメントにですね、今に繋がりそうなヤバすぎる内容だったんで、それもちょっとね、また後で紹介します。何でしたっけ？はい、じゃあ早速冒頭でも触れたこちら、はい、ドリーとブロギーの初登場から語ります、はいはいはい、ルフィたちがウィスキーピークという町を出発して、まあ、リトルガーデンという太古の島にたどり着いた時だったんだね。そこでルフィたちは初めて巨人族に出会います。はい、はい、特に注目して見ていただきたいのが登場直後のブロギーの一コマ、うんうん、ね、こちらは本当に人とのサイズと比較するのにすごいいい構造をつけてるんですよね。でかいですよね。そうだから顔の大きさでまず比較するっていう素晴らしい巨人の表現をしてるんですけども、確かにここで見てほしいポイントはこちら2巻なんですね。確かにこれすごいね。すごいよね。もちろん小田先生は笑ってるところに共通して2巻っていう好感をつけがちなんですけども、うんうん、ちゃんと巨人でも2巻って笑ってるんですよね。太陽の神を信仰してるやつらがね。そうなんです。ドリーとブロギーの出身地エルバフといえばビッグマムの過去編で太陽の使徒復活のお祭りある冬至祭をしている描写があるように、まあ、太陽信仰してる代表的な国ですよね。はいはいはい、はい、そしてワンピースで太陽の神といえばもちろんこちら、はい、主人公ルフィの太陽の神ニカですね。ニカと笑っている描写もあります。そのニカの能力者になったルフィも今までニカと笑うシーンがいくつもいくつも張り巡らされてきたわけですけども、ニカに覚醒する直前にももちろんニカと笑っているわけです。だからこれルフィイコールニカ確定じゃん。でもこの時めちゃくちゃ思ったのを覚えてます。確かにね、はい、そして1106話のラストで、うん、太陽の神よと言ってニカに覚醒したルフィを巨人族の2人が迎えに来てくれましたが、うん、まさかの初登場時からニカと笑うブロギーで巨人族とニカの関係の伏線が張られていたのかもしれませんね。まあでもゴンボの実に関係する伏線やから、うん、小田先生はマジでそれを考えてたかもしれないよね。そうだよね、うん、またマリージョアにはね、冷凍保存されている謎の巨大な麦わら帽子もありますけども、はいはい、あれってちょっとルフィが被るには大きすぎるよね。そうね、そう、ニカイコールルフィが確定したのは嬉しいんやけども、うん、ルフィがあれに似合うかといったらそうではない気がするんだな。もうルフィ隠れちゃうと思いますけどね。隠れちゃうよなあれな。まあちょっとサイズ感からしてもルフィ専用の帽子にはならなさそう。はいはいはい、はい、そして巨人族の血を引いているクマのバッカニア族ありましたね、うんうん、こちらにもニカの伝説っていうのは伝わっております。そうですね、はい、これらを合わせて考えるともしかしたらニカイコール巨人族もしくは先代のニカの能力者であろうジョイボーイさんは巨人族だったと考えるのが普通ですよね。はいはいはい、俺ねこの辺にやっぱミスリードがあると思っていて、うんうんうん、みんなゴムゴムの実を食べたルフィをニカと全然疑ってなかったわけですよ。そうね、なのでその五老星たちも、うん、ルフィがゴムゴムの実を食べたっていうのは分かっていても、うん、今まで真剣に捕まえようとしなかったのは、うん、巨人族じゃないからと思うんですよ。なるほどなるほど。そう、巨人族っていう一定の条件も加わることによってニカの条件になるみたいな、はい、だからほっとってもやあいつはみたいな、あそのなんか怠慢とかが俺これを招いて怠慢ですけどねと思ってるんですよね。はいはいはい、はい、でまた太陽の神ニカって剣と槍を持っているシルエットが象徴的ですよ ね, そ う, ね、そう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 、なかなか両手で別々の武器を持っている人っていないんですよ。そうね、珍しいですよね、うん、でその中でもこの槍といえば思い出すシーンってまあワンピース槍ってたくさんあるんですけども、はいはい、僕はやっぱこちらのシーンですね。ドリーとブロギーが破国を打つ前のこのセリフにあります。お我らに突き通せるものは血に染まぬ蛇のみよ、エルバフに伝わる巨人族最強の槍を見よ。あーこれ斧と剣で言ってるのに槍って言ってるのは象徴的ですよね。さすがも最近もうワンピースめっちゃやってるだけ思ってもう鋭い読み返しね最近。あそうなんや、うん、マジで鋭いだったら槍使って攻撃しろやって思うんだけども斧と剣なわけです。そうね、まあワンピースの中の槍というのは一本の槍と言いますけども、うん、ゼフのね、ゼフのそうそう腹にくくった一本の槍には勝てないみたいなことがありまして、はい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 、そういう例えでよく使われるからこの時もスルーしちゃってたのですが、うんうん、よくよく考えてみたら巨人族イコール槍っていうのはここでちゃんと出てる。はいはい、麦わら大船団の一人である新挙兵海賊団のハイルディンの技にも軍具にいるというね、これこちら英雄の槍と書くんですよね。そうですね、はい、なのでこの巨人族太陽の神ニカ槍のつながりを考えてもニカイコール、まあ、巨人族って結構ありえそうじゃないですか。そうですね、実際ねあの軍具の時も神々の国に届けみたいなこと言うてましたから ね, ねえそう神と巨人族はすごい密接な関係なんでしょうね。そ う, そ う, そ う, そうでさらにね、ドリーとブロギーは自分たちの国の神様のことを話してくれる場面がとにかく多いんですよ、うん、村のじじいたちってよく昔話するの。
っぱ同じかもしれない、ね、ちょっとね、うん、すごい神様のこと言うんやけども、その神様のことをずっとエルバフの神って呼んでるんやな。そうね、はい、例えば村で争いを追っ始めて互いに引けぬ場合、俺たちはエルバフの神の審判を受ける、うん、エルバフの神は常に正しき者に加護を与え、正しい奴を生き残らせ、ということで、もしかしたらエルバフは多神教の国で、太陽の神ニカとエルバフの神は別々の神様っていう可能性も、まあ、もちろんあるんですけども、うんうん、少なくともエルバフに太陽信仰があることは確定したので、エルバフの神イコール太陽の神ニカで巨人族だったという可能性はまあありえるよね。そうね、はい、というわけで13巻のドリーとブロギーの初登場を読み返すだけでもめちゃくちゃ面白くないですか。いや、これすごいよ本当に、うん、でここに加えて2人の初登場には、うん、あのシャンクスとのつながりの伏線もちゃんと書かれてるんですよ。これ嘘、はい、ドリー・ブロギーとシャンクスの関係、はいはいはい、ブロギーは初登場時にニカッと笑っていたんですけども、うんうん、相方のじゃあドリーはどうやったんやと、初登場時に、ま、ルフィに対してこんなセリフ言っていました、うんうん、生きのいい人間だな、久しぶりの客人だ、お、はい、ということで、この当時はリトルガーデンで100年も魔喧嘩をしていれば誰か来たことがあるのも当然か、人間の骨とか落ちてたしな、くらいにしか思っていなかったわけですけども、うんうんうん、今となってはこのドリーが言ってた客人っていうのは、そう思い当たる人いますよね。それがエルバフで一緒にいたシャンクスなんです。まあ確かに七人っぽい感じでしたからね。ね、少々語りすぎた、互いに死んだと思ってた、急に会ったんだ、仕方ねえよな、仕方ないことばっかやこいつは確かにね。ということで、まあ、おそらくシャンクスはロジャー海賊団時代か赤髪海賊団結成間もない頃にこのリトルガーデンに来たんじゃないでしょうか、うん、ありえそう、はい、その時ドリーとブロギーに会って仲良くなったんじゃないかと思うんです。うん、割かし可能性高いと思うんだよな。全然ありそうですけどね。そうそう、普通にシャンクスたちが仲良くやってる姿が想像できるし、100年間ですよいるんで、それはもう海賊王ロジャーが誕生する前から戦ってるんですから、確かに世の中のことあんま分かってへんと思うよな。ブルックも合ってるかもしれないよな。合いすぎすごいやん、そうやったら、うん、もう名のあるルーキーにみんな合ってってるみたいな、ね、うわお前あのアフロもしかしてブルックかみたいな。懐かしいないいアフロだなまだみたいな。給油多すぎだよ。はい、これはですね、シャンクスが2人のことを旧友って呼んでいたり、うん、ブロギーがシャンクスのことを兄弟って呼んでいることからも僕は結構間違いないと思っています、はいはい、そしてシャンクスの互いに死んだと思っていたというセリフは、うん、シャンクス側からしてみればドリーとブロギーの決闘の終わりっていうのはイコール決着がつくということは、まあ、どちらかが死んでいるということなんで、まあ、これに関してはあの俺も思ってます、読者も思ってると思います、うんうん、なんで両方生き残ることができたんだと。でもね、俺からしたらその互いに引けぬ場合審判を受けるやから引いたんちゃうと思って、引けば老いるぞ。ちょちょちょ、その怖いこと言われても、俺は唯一の答えでそれだと思うんですよ。大丈夫、それエルバフの戦士としての格が落ちてない。え、だからもうなんとか話し合わせた、もうこれええやん、両方獲物同じサイズでええやん、1年目でやるよ、1年目で。で、実はドリーとブロギー側もシャンクスのことを死んだと思っていたかもしれない伏線がこの13巻の中でドリーが言ったセリフの中にちゃんとありまして、はい、リトルガーデンの6がたまるまで1年は長すぎるという話になった時に、まあ、ドリーがこう言ってるんですよ。ギャ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 、ならば適当に進んでみるか、運が良ければ行き着くだろうよ、ということで、これってもしかしたら昔そう話した後本当に適当に進んだ海賊団がいて、まあ、そうやってシャンクスたちだったんじゃないのみたいなね。なるほどね、はい、運が良ければ次の島にたどり着けるけど、もしかしたら運悪く死んだかもしれないと、まあ、ドリーとブロギーはシャンクスのことを思い浮かべながらこのセリフを言ったのではないでしょうか。だから死んだと思っていた可能性はあるよね。島食いに食われたのかもしれないよな、シャンクス。まあでもそういう可能性だってあるよね。だからだとしたらシャンクスも互いに死んだと思っていたってセリフも納得ですよね。そうね、まあ大体広い海ですから、まあね、何かしら冒険をしてたら生きていることの方が珍しいのかもしれません、この業界は。では続いて、このドリーとブロギーに出会ったリトルガーデンという島に隠された伏線のお話です、はい、リトルガーデンに隠された伏線というわけで、まずこのドリーとブロギーに出会ったリトルガーデンの名前由来覚えてますか皆さん。はいはい、俺、はい、ルイ・アーノートって探検家がね、名付けたんですよ。そうなんですね。ある住人たちにとって、まるでこの島は小さな庭だのように、巨人とリトルガーデン。この土地をそう呼ぶことにしよう。探検家ルイ・アーノート。ちょっとオシャレよね。そうね、しゃれてますね、うん。ちなみにこの探検家ルイ・アーノートの一節は、ナミさんが読んでいたブラッグメンという本に書かれていたものなんです。うん、実はこのブラッグメンは、その後、41巻のオハラのバスターコーで湖に投げ捨てられる大量の本の中にも描かれてるんですね。この
この本に関しまして、小田先生は42巻の SBS でこう答えております。ブラックメンというのはですね、嘘つきたちと題されているということなんですね。はいはい、でこの本は、今日では割と世界中で読まれている、いわばグランドライン冒険記。その謎大きい海に踏み込んだ航海者たちの見た信じられないような島、人、出来事について記されていますが、世界中の人々の多くは彼らの言葉を信じず、バカにしてこのようなタイトルの本にまとめたのです。この本が現代に受け継がれているのも20年前、小原の学者たちが命に変えても本を守り抜いたという事実の賜物だとすると、なんだか熱いものが込み上げてきます。そうね。ということよね。皆さん、違和感にお気づきでしょうか。何ですか。こちら、41巻の小原の過去編で湖に大量に本が投げ込まれておりました。はいはいはい。これって海兵たちに発見された後ってどうなっていた？発見されなかったんじゃないですか、本。そう、最近まで実は分かってなかったんですよね。あ、そうですね。だから本、まあ、水に浸かったら、はいはいはい、ふやけてなくなっちゃうんじゃないかとすごい思ってたんやけど、ね、意外と無事だったということで、エッグヘッド編に入ってから解決したわけですけども、実は世界政府とか海軍には回収されず、サウロ指揮の元巨人族たちが回収して、うん、小原の石はエルバフへ、そしてそれを研究したベガバンクに受け継がれていたという衝撃的な事実が。そうね。なんで回収せん、びっくりしたよ ね、まあ、それが42巻の SBS ですでにこの本が現代に受け継がれているのもって言ってたこととつながるの。これなるほど、はい、でこの時点で小田先生の頭の中では小原の湖の本は今でもどこかに保存されてるよっていうメッセージだったわけです。ちょうど小原のことを考えてる時期やったし ね。しかもそのブラックメンが初登場したのは巨人族ドリーとブロギーの初登場と一緒だったんで、うんうんうん、小原とエルバフとリトルガーデンとブラックメンの設定はこの13巻の時点で全てが決まっていたのかもしれないということ。なるほどね。これやばくないですか。いやすごいね。なんですごくない、本当にどんだけ考えてるんやろね。ねえ、本の中で本のこと考えれる、すごくないですか。確かに、まあ、でもモンドールみたいなやつもおるし。確かに、うん、もう本の中で本のモンドール、俺はモンドールのめちゃくちゃファンなんや。また再登場してくれ。そうね。そう、なんかさ、あのフィルムレッドでもね、やっぱり肩こり人気やが出てきます、うん、オーブン出てきます、うん、俺何言うモンドールのが強いと思うで。いやでも歌ワールドとあの本の世界出されたらちょっとややこしいから。確かに確かに、公式も言っておられる通り、この一つのボスになり得るぐらいの能力者なんで、まあそれぐらいね、また出てきてほしいねんけどな。あ、ちょっと話しとりました、はいはい、しかもリトルガーデンといえば、島に入って恐竜の姿を目にした時にビビがね、こんなこと言ってたんですよ。じゃあここは太古の島、恐竜たちの時代がここに閉じ込められているのよ、うんうんうん、グランドラインにある島々はその海の航海の困難さゆえに島と島の交流もなく、それぞれが独自の文明を築き上げているの、うん、飛び抜けて発達した文明を持った島もあれば、何千年も何万年もの間何の進歩も遂げずその姿を残す島だってある。グランドラインのデタラメな気候がそれを可能にするのよ。ということでビビちゃんは太古の島の逆の例として飛び抜けて発達した文明を持った島と言っているんです。これって今まさに冒険の舞台になっているじゃないんですか。先日ね、トヤくんが考察したよね、太古の島で出会ったドリー・ブロギーと未来島で再会するってすごいっていう話をしてたと思うんですけど、このビビちゃんのセリフの中にもエッグヘッドの伏線がちゃんとあった。考えとったよね、未来島みたいなのを作ろうみたいな。そう、だから未来島の対義語というか反対のものが、まさにこの太古の島、リトルガーデンなわけですね。なのでこの13巻の時点でエルバフとオハラだけではなく未来島、エッグヘッドの構想がちゃんとあるということが、これがもうたまらん。もうこれはすごいね。では続いてドリーとブロギーに出会ったことでできたウソップの夢についてお話しします。ウソップの夢ということで、ドリーとブロギーとの出会いは麦わらの一味の中でも特にウソップへの影響が大きかったのではないでしょうか。そうね、まさにこれなんだ、俺の目指す勇敢なる海の戦士ってのは、俺はこういう誇り高い男になりて。うん、ちょっとあのスタッフがちょっと似てんじゃねえのみたいな、ちょっとグーってやられた今。気持ちはね、乗せてるんですよ、カッペさんに、はい、ということでこの13巻の時点では麦わらの一味に加入する時って、うん、まあ、ゾロもナミもサンジもそれぞれが夢を持った状態で加入してますよね、まあ、だからこそゾロは6話で1人目というタイトルがつき、うん、ナミは94話で2人目がついてます、はいはいはい、サンジは68話で4人目です、うん、ということでタイトルがつけられなかったわけです、3人目がね。そうね、はい、ウソップは仲間になった時にはまだ明確な夢がなかったんです。うん、確かにノリでついてきとったよね。そうなんです、その夢とその自分の役割というのがはっきり分かった時に初めて麦わらの一味では何人目というタイトルがつくという、まあ、これはあくまでファン目線の予想なんですけど、うん、なかなかこう渋い、ね、ものですよね。渋いよ、ね、もちろん最初から勇敢なる海の戦士になることっていうのを話してはいたんだけども、うん、彼の中でもそのイメージはふわっとしてたと思うよな、まあ、抽象的よね。もともと嘘つきですから、うん、ノリで言っちゃったみたいなのがあるんですけど、ちゃんと自分で意思を持ってこうなりたいと思ったのはここが多分転機だと思う
思うんですね。夢を落とし込んだんよね。こんな戦士たちの暮らす村があるなら俺はいつか行ってみてえな。エルバフの戦士たちのような勇敢な海の戦士になることと決まったのはやはりドリとブロギーの誇り高き決闘を見たからですよね。あれはかっこいいよね、はい、ということでウソップの夢もうちょっとで叶う可能性ありますよね。いやでもウソップ怒るかもしれない。何話が違うぞドリブロギー。ちょ誇り高き決闘はどうした。声優変わった急に怖くなっちゃって、うん、怒ってる。なんで怒った。怒ってるかもしれない。なんでキッドとシャンクスの決闘にも水を差したのも、うん、怒ってるかもしれない。知ったら話しちゃうぞみたいな。急に関西弁決闘に水を差すな。いや怖いそれでもお前らエルバフの戦士か。めっちゃ言うやん味噌があったぞみたいな、うん、いやもうエルバフ行かへんって。あいやいやここここもういいよってでもここでさ、ウソップがさ今ドリーとブロギーと話した描写ってもちろんジャンプが救済中やから見れないやんか、うん、それか俺めっちゃ見たよファーストリアクションの言葉が。見たね、ドリーとブロギーって多分泣きながら言ってるのかついにここまで来たのかっていう顔をするのかちょっとすっごいその辺が楽しみなんですよね。エクエットから脱出したら向かおうとしてる先は、まあ、エルバフという話ももともとベカパンクが出ていましたし、はい、ジャンフェス2024の小田先生の手紙にもこう書かれてましたよね。ルフィたちがもし無事にエクエットを出られたら行きますかねあの島。行かないルートも考えたんですがルフィは止められないかなということでこれは間違いなくエルバフへの匂わせだと思っています。さらに11066話ではラストでドリーとブロギーがわざわざ迎えに来てくれました。ここまで役が揃いすぎていると逆にエルバフには行かないんじゃないかっていう風にメタ的に思ってしまう部分もあるんですが、うんうん、まあ十中八九行くんじゃないかって思うのは麦わらの一味の中で一番最初に夢が叶うのはウソップなんじゃないかなと思いますよね、はい、というのもウソップって映画とかではめちゃくちゃ活躍のシーンがあるじゃないですか、うん、で本誌だとドレスドーザ以降っていうのは強化中強化の描写ないんですよね。確かあんまないですね。要所要所で絶対いなきゃいないんですけど、はいはいはい、例えば1個前ワノ国編ってなんかしましたって言ったら、うん、ねちょっと幹部は倒したものの、うん、ウソップじゃなきゃいけない理由ってあんまなかった、まあ、ドレスローザぐらいなんか分かりやすくね活躍してくれたらね見えるぞっていうねあれ良かったよねあのシーンが本当。かっこいい。なのでエルバフに行って勇敢なる海の戦士になると夢を叶えられるくらいの強化イベントに期待したい、うん、しかもですねあの大きな戦争が起こるって言ってて、そうね、先生俺だからエルバフが舞台だと、まあ、考察してるの、まあ、なんでかっていうと大きな戦争っていうのは規模の問題でもあるんやけども巨人族が住まえるぐらいの大きい島っていう意味ではステージも大きいよな。確かにね。そうだから巨人族がメインの戦いとなるとそれこそ大きい戦いっていうのはもう字のごとくなんですよ。でそうなった時にじゃあ何をもってして勇敢なる海の戦士になるかというと、うん、行って自称で行けるんですよこれは。そうね、なったぞ言える言えるって言ったらでも言える言えちゃうんですよ。だから勇敢なる海の戦士に俺を任命してくださいブロギーさんって言ったらはいって言ったらもう終わり、うん、ええよーってそうじゃあ証明書発行しとくねみたいななっちゃうからそこに戦いがめっちゃあります。その時にルフィはもちろんニカとして活躍するんですがずっとドレスローザ以降温めてきたウソップでなきゃ解決できない事件が起こるんですよ。これを解決するんですよ。で巨人族とのわだかまりをビッグマムたちが全部埋め合わせるんですよ。あれ巨人族ってさやっぱその追い元カーシみたいな騙されやすいっていう特徴があるんで、そうやな、こいつ族の時もそうでしたけどレオとかの時も、うん、はい、そのあれも結局ウソップがめちゃめちゃ崇拝されたじゃないですか、うんうん、だから巨人族のエルバフのところでこのウソップがこのウソという特性を生かして活躍する展開ってのは確かに来そう。それを解決した時に俺らエルバフを救ってくれた言うたら勇敢な海の戦士を救ったんやからそれは勇敢な海の戦士だよね。そうね。で多分エルバフにでっかいウソップの像立ちます。いやありえそう絶対に。僕はそういうふうに思っているんで。おそれぐらい。そういや、ええ、あれ当たりましたね。何がオーダー006。ああそうそうそうずっと言ってたやつね。そうそうそう、そうだパシフィスタっていう兵器がすごいクローンと似てるんですよ、スターウォーズの。そうクローン兵と似ててそれが革命軍というかレジスタンス側の味方だったんやけども、うん、そう共和国側だったんやけども途中でシスの暗黒教にプログラムでバーンって入れ替えられちゃって、うん、オセロが反転するように状況変わっちゃったんですよね、うんうんうん、だそういうことを、まあ、してくるだろうなと思ったらなったっていうねことが、まあ、当たったんですけど、ね、これ多分ずっと俺言い続けてるから、うん、でも当たった時に嬉しいって別に思わなかったんだよね。あ、そう、俺それぐらいボニーに感情移入しすぎてやったーと。あ、確かにねイエーってそれぐらいそうよ。そう思ってます。いいシーンやったよ。めっちゃいいシーンやと思うよね。だから親心であり育ての親じゃないけども、うん、ちょっとそこに感情移入してベカパンクの熱い気持ちもあるしどんどんでも五老星が出し抜かれてて悲しくなってきた。あ、それ多分もう耳いっぱいが、みんなお腹いっぱいっすか、うん、耳いっぱいとは言われるんだけどね。でね、ちょっと話また当然申し訳ないけど、はいはいはい、13巻の小田先生のとんでもないコメントをちょっと紹介する。確かに それのねここのね、はいはいはい、最初の部分ね、ここ、はい、江ノ島には竜がいる。神に最も近い生物、それが竜。竜って食えるのかな。小田先
生は龍を食おうとしてるんや。そうです。江ノ島俺も行ったことあるけども、はい、シラスが美味しいよねとか、まあ、いろいろあるじゃないですか。あ、まあ、でも龍いますからね。そう、龍ね、伝説もあるんですけども、はい、見たことあるし。あ、江ノ島の嘘みたいなこと言ってます。見たことあるんですよ。ええ、ほんとほんと。は、え、江ノ島ってあの洞窟あるんですけど、富士山に繋がっている、あの霊山に繋がってる洞窟なんですよ。見たの本当に。そう、奥にドラゴンいるんです。え、見たの本当に。本当に本当に見たの。本当にいます。ちょっとこんなに。それ画像送っとくわ。そのなんであんの？これ江ノ島のドラゴン。見えてないんですけど、はい、皆さんどう判断しますかこれ。どうせなんか勝ったりだと思うんですけど。いやいや、これドラゴンでしょ、どう見ても。でもさ、その神に最も近い生物で分かっていて、それを食えるのかなってなかなか最古的なねコメントを残されてるわけですけど、結構ゾッとしませんか？っていうのは最近その竜っぽい症状の病気出てきたやん。聖玉林。そう、聖玉林っていうね、はいはい、ボニーのお母さんがなった病気でボニーもかかってましたけども、その聖玉林っていうのはなんとなく竜連想できるでしょ。確かに。だってカイドウってモデル？青龍。青龍でしょ。でやっぱ青っていうところを連想するし、わざわざねあれも青龍にしたわけやん、龍じゃなくてモデル。確かに。青龍ってしたらもうその青玉林を出すための伏線だったかもしれないし、もしかしたらサタン星とかは神に最も近い生物は龍だから、その龍を人工的に生み出そうと、まあ、薬物実験をしていて、まあ、その失敗の副作用としてボニーのお母さんですかね犠牲になったんじゃないかと、青玉林っていうものが生まれたんじゃないかというふうに予想しました。なんか遅いって。遅くても無理なよこれは。鱗崎さんなんよ。ああ二重でかかった、もしかしたら。というのも歴史上の王様とかでもあれを食べたら不老不死になるらしいから、なんか取ってこいとかあるじゃないですか。秦の始皇帝とかもなんか水銀技とか、ね、飲んでなんか死んじゃったみたいな。徐福がね。だからもしかしたらイム様も竜は最も神に近い生物、ムーも食べたいから作り出せみたいなこととか言ってもおかしくないんですよね。まあね、まあ、だからこそベカパンクもその天竜人とか命令でパンクハザードでドラゴン作ってたりとかしたんちゃうんか。確かに確かに。そうだからモデル星竜を選んで人工悪魔の実作ったんちゃうんかと、まあいろいろこう考察できるし、しかもこのタイミングでねちゃんと竜馬リメイクやってるじゃないですか。あれもうさて、ね、うん、はいはい、400年前のリュウマの時代にも、まあ、存在してたんですよ、はいはい、ドラゴンは。今のワンピースの世界では空想上の生き物になってしまいましたが、天竜人が食らい尽くしちゃったからとか、うん、一般人に知られないようにするためにとか、空想上の生物という情報操作してんちゃうんかとか、そうね、いろいろこう予想できるね、はい、というわけで今回はこっきの今読み返すべき単行本シリーズとしてドリーとブロギーが初登場したこちら13巻をフィーチャーしましたが、いかがだったでしょうか。いいよ、江ノ島のドラゴン見てほしいわ。なんでやねん。そりゃ江ノ島にドラゴンおるって信じてくれへんから。いいよ、もうさっき出たタイミングがあるんやから。いやいや、クイッキーさんもやっぱ見てもらわんとね、みんなびっくりすると思うから。そうですか。そう、こんな本物におるんやって、うん、そんなすぐ出てきます。ここや、はい、作り物ね、はい、作り物ちゃうよ。実はですね、皆さんお気づきですか、今日ペアルックなんです。はい、僕ね、ナミなんですよ。ゾロ、はい、ゾロね、まさにね、龍切り伝説になるかな、次ね。そうですよ。はい、このパーカー実はネットフリックス実写版ワンピースでそのゾロ役を演じた原田真剣佑さんがプロデュースしているブランドインクリームとネットフリックスと GQ ショップのトリプルコラボパーカーなんですよ。すごいね、裏がね、すごいね。すごいね、ほらワンピースね、かっこいいね。このエンボス調になってるのすごい、ね、はい、立体的にかっこいいんですけども、まあぜひね概要欄に商品ページのリンクを貼っておきましたので、ぜひ見てみてください。はいはいはい、はい、実写版ワンピースといえば、まあ、続編の制作も決定して、時系列的にはこの13巻の内容までがっつり書かれるんじゃないかな。巨人族どうするね、それこそもうハリウッドの実力の見せ所じゃん。どうやって巨人用意するの、キャスティング無理じゃん。いやいや、 CG に決まってるやん、そんな無理やろそんなの。え、これでちょっと背の高い男の人だけどショックやで俺ほんまに。あ、そうだ、うん、そうなんてない。 CG だ、 CG やろそら。そうなんや、やめてそんな。いやいや、なんかハリウッドの技術で復活させるとか。復活させるってそれ違う技術なんよ。いや、それジュラシックパークの恐竜復活させる、あれ CG やから。あ、 CG だ、あ CG ですよ。あ、そうだ、はい、え、びっくり、びっくりですよ、僕の方が。あ、そうですか。はい、というわけで、はい、もし興味あったら見てみてください。はい、はい、僕らもこれ買ってるんで。まあでも人が想像しうることはね、全て現実になり得ますから。おお、ここでね、まさかの引用してくるとね、はい、船降ってきそうですけど。はい、あっしゃ。はい、バイ。簡単